はい、こんにちは、こんばんは、オペラのベロンチョです。ちょっと今日は久しぶりにゴジラのディフェンスフォースちょっとやっていこうかなって思ってます。なんでこんな久しぶりにやったのかっていうと、右下見てもらったら分かるってもらえるように、怪獣ダンジョンっていうなんかコンテンツがいつの間にか増えてて、多分アップデートされたんですかね、いつの間にか。ちょっと僕入院してた時は気づかなかったんで、ほんまここ最近だと思いますね。いつの間にかちょっと新しいなんかできてるんで、ちょっとこれやってみたいと思います。もうこれ完全初見なんで、マジでどういうやつかも何もわかんないっす。何これ、レベル10をクリアするとコスチュームを支給します。モスラユイ、モスラユイ、モスラユイ誰これ。あ、これ司会の女の、司会じゃねえわ、サポーターの女の子か。それのコスチュームをゲットできるってことか。ん？何これ、防衛準備できひんやん。南海の大決闘、東京120ステージをクリアするとオープン。なるほどね。てか今日日曜やからできひん。毎日0時に怪獣ダンジョンチケットが最大3枚まで。なるほど。とりあえず東京クリアしないと。じゃあ、はい、ちょっと火曜日になったんでやっていきたいと思います。怪獣ダンジョンやっていきます。全く初見なんで、とりあえず東京120ステージまでは進めといたんでいけるはずなんですけど、なんやこれ。ん、どういうこと。カードを選択、なんでもいいか、ここら辺は。これコスト関係ないんですかね。あ、関係なさそう。サポーターも選択できるのか。これ超美人、特殊能力、何これ。とりあえずエンターで入ってみよう。ん、これなんや、画面は普通の。あ、でも東京でも場所がちゃいますね。すぐ死んだ。なんだこれ。あ、ボスラッシュみたいなやつか、これ。ずっとボスが出てくるってこと。なんか余裕で倒せてんねんけど。あ、多分こいつ倒せばレベル1クリアってことっすかね。67年ゴジラやったっけ。じゃあ66年、右上に書いてるわ。お、クリアしました。退出、もう退出で。ああ、あ、これでレベル10をクリアすると、この女の子のコスチュームがくれるみたいですね。可愛いからちょっと欲しいですね。あ、なるほどね。このチケットある数だけ挑戦できるってことなんですね。とりあえずレベル3までクリアしました。チケットがある数だけ挑戦できるみたいなんで、このチケット9時間53分、10時間後が回復するのってことは、まあ1日で2回ぐらいできるってことか、頑張ったら。まあとりあえずこの怪獣ダンジョンってやつをすると、このオペレーターのユイのコスチュームのモスラユイってやつが
取得できるみたいですね。まあ火木金やったかな、忘れた、火木どうやったかな。なんでまあ1日でレベル4つ上げれたんで、まあ3日かけたら取れるかなぐらい。人類の味方として戦ったのはいつかご存知ですか？いつやろう。三大怪獣のやつちゃうの？ああやっぱり。ゴジラの日っていつやっけこれ。8月10日やちゃうな。それやったら絶対やりゃしな。6月10日かな。11月は全然ちゃうわ。わからん。司令官、ゴジラの名前がどうしてゴジラなのかご存知ですか？ゴリラとクジラを混合して作った名前らしいです。これなんかどっかの本で読んだことあるんですけど、なんかそう、その制作の人の中にすんごい体がごっつい人があって、その人のあだ名がゴジラやったからゴジラって名前にしたっていうのをなんかどっかの本で読んだことあるんですけど、何やったかな。でもこっちがあれなんですかね、ちゃんとした由来なんですかね、ゴリラとクジラが。ちょっととりあえず短いんですけど今日はここで終わっておきます。まあまた何かしらアップデートとかあったらちょっとまあ動画上げていこうと思うんで、またよかったら見てください。それではバイ。